ナリーノです。ミネルナスケです。よろしくお願いします。お願いします。8号です。よろしくお願いします。今回はとうとうやってきました、わたいスタンプカードポイント還元企画。私たちアイドルであるとね、こう特典会ですね、来ていただいたりとか、ね、いろいろチェキ券とか買っていただくと、スタンプを1個、スタンプカードっていうのが存在するんですけども、そのスタンプカードのポイント特典として85ポイント、まあ、8号としてかけてるんですけどね、85ポイント貯めたらわたいチャンネルに出演できるという権利があるじゃないですか、はい、うん、なんととうとうそれを使う人が現れたということで、わたいスタンプカードポイント還元企画第1弾です。早速その人をこちらに呼びたいと思いますので、どうぞ来てください。自己紹介お願いします。はい、森蔵です。よろしくお願いします。森蔵が来ましたね。声がもう緊張してる。なんか俺の気持ちだけど、気持ち第1弾にふさわしい人が来たなって思ってますけど、皆さんどうですか？来るべく人が来たなって思いません？そうですね、やっぱりもうわたい、わたおたといったら森蔵、多分他のオタクも結構森蔵って名前浸透するぐらい、うん、それこそね、ワンマンライブアンコールも森蔵が務めてくれて、あれも結構好評だったじゃないですか。ありがとうございます。チケットも一番、はい、一番勝利、しかも声かけられるしね、よく森蔵のオタクに、あの森蔵さんですよね。あ、そうなの。たまにね、すごい有名人だね。森蔵さんね、こう色見れば分かると思うんですけど、アスカ推しなんですよ。初めて見た、でも寝てるところ、さっき見た、張り切ってきた。そうなんですね。わー、嬉しいですね。ありがとうございます。どうですか皆さん、森蔵の印象とか聞いたから。アスカとそれどうすか、アスカといけない関係がありますよ。やめてくれ。アスカと何かあったかのような感じですか、ちょっとやめてもらっていいですか。そう、すごいね、あの体張ってるところを見て何でもやらされてるから、もう何でも受け入れてすごいなっていう。あ、なるほど。そのなんかチェキのアスカとのやり取りが面白いと。でも何でも優しくて聞いてくれるから、いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ういちゃんどうですか、森蔵の印象。もう、ね、ういちゃんもだってチェキ取りますもんね、森蔵と。はい。いじりがいがある。いじりがいがある。いじられてる。いじり、あ、知ってます、ういちゃんの長所。長所、はい、ういちゃんの優しいです、長所。自分で、自分の長所。ね楽しいよね。こう、なんかちょっとゾクゾクっとしながら、いじってあげてるっていう意味じゃない、最初ですね。まあ確かに何でも受け入れてくれますもんね、森蔵は。なるほどな。リノちゃんはどうですか。もう今までの人生になかった刺激をやっと見つけたって感じ。それはどういう時代ですか。いじりがいがある。普段時代行ったら、なんか優等生っていうか、そういう感じの人がやっと人生に刺激力を見つけて、なるほど、理想の気持ち、もう今までにない経験をしてるみたいな。それをメンバーがもてあそんでる。受け入れてる。なるほど、なるほどね。どうですか、アスカさんも。アスカさんがやっぱ一番絡んでるわけじゃないですか、森蔵さんとね。森蔵だよ。聞いたの、聞いたの。確かにワンマンの直前インタビュー、聞いたのは聞いた。でも聞いたのしか言ってないじゃん。そうだね、そんなこと言ったら他の2人もっとかわいそうなことしか言われてなかったぞ。はい、もう今回ね、森蔵さんに来ていただいたんですけども、まあ今ね、自己紹介してもやっぱ見てくださってる方からしたら、まあ、誰かちょっと分かんないなっていうので、こんなものを用意しました。アスカさん取ってきてください。はい、今日はこちらを着て
参加していただきまーす。せっかくの時間だよ。今じゃあここにこの上からね、来ていただいてもよろしいでしょうか。いいね。もう誰もが盛りぞーってありますので、これを着て、まあ、これはね、こううちやからの、まあ、YouTube 出演ありがとうというささやかなプレゼントになりますので、これ着て書いていただいて、ありがとうございます。まあこれからね、ちょっとゲームの方を楽しみたいと思いますので、お楽しみに。はい、ということでちょっと画面外に8号いますけども、うん、今からやる企画はクイズ森蔵。これから森蔵に関する質問をいくつかしていきますので、森蔵さんは素直に答えていただき、メンバーは森蔵どういうふうに思っているのかというのを予想してホワイトボードに書いていただいて、チーム戦になりますので、勝った方がより森蔵の方が詳しいという勝負になります。でちなみにですね、チーム分けの方なんですけども、まずはアスカチーム。マジかわしいんだけど、やっぱりアスカさんは森蔵がアスカ推しっていうことで、一番森蔵と絡んでる時間は多いわけじゃないですか。だから自分のことしか喋ってないよね、ほぼ。え、あ、こっちに。イチャイチャするのやめてもらって。で、そしてその他チーム。モブキャラ、まあ、今は森蔵からしたらモブキャラになってるかもしれませんが、ここの活躍次第では、あ、アスカよりみんなの方が知ってくれてるじゃん、俺のこと嬉しいなってのって、もしかしたら推し編してくる可能性もありますから、それをねちょっと狙って頑張っていただきたいなと思います。お願いします。それでは第1問、森蔵さん、好きな食べ物は何ですか。はい、お考えください。どうぞ。え、カーニングし放題じゃないこれ。それだ。はい。あ、一緒。あ、もうアスカさん早いですね。もうこんなの簡単じゃないですか。そういう話しないんですか。好きな食べ物は何とか。そんななんかね、しないよね。初歩的な。初歩的。普段はそのチキとかの交流でどういう話するんですか。今度なんかツイッター見て、あ、これ話そうと思ったもん、その時になったら忘れてる。これ気になるなと思っても忘れちゃうから。質問すられてないですね。森蔵さんはアスカさんとよくどういう話するんですか。そっち聞いた方がちゃんと答えてくれそう。何って言われると、でもその時のなんかライブの話とかするかな、うん、その日の。ライブの話するっけ。してないか。本当に話してます。今起きてることについて話すから、チェキとかも結構ね、いろんな数々のポーズで撮ってるけど、そのポーズの延長線上だったりとかするの。これなんだよとかするの。ああ。なるほどね。そっかそっか。あ、書けました ?3 人は。OK、はい、です。3人は結構自信あるんですか。どういうか、もう森蔵から連想したのか、何か情報を入れたのか。そう、連想。あ、連想で、森蔵ならこれだと、うんうんうん、いうことなので、これしか言えたの。じゃあ、それではまず、ふいちゃん、きいたん、りのちチームから。はい。それでは答えの方、お願いします。じゃーん。え、マジ枝豆。なんで、最初なんか野菜とか言ってたから。それ絶対森から来てるじゃんってなって、うん、枝豆です。あ、なるほど、ね、でもさっきさ、初めに命で言ってて、なんか外食してもさ、緑しか食べない。あ、緑じゃない。あらね、目剥いていた。あ、目剥いていた。あ、目剥いていた。そこの、もうそこの食い違い大丈夫。もう忘れんじゃん。あ、じゃあ命からしたら麺で描きたかったけど枝豆になってる感じなんですか。いや、別に野菜って言ってから。あー、なるほどね。ういちゃん、はい、この答えは大丈夫ですか。納得してます。あ、もう全然お任せで。お任せで。ただ、マスコも枝豆だったしね、うん、マスコが好きなら枝豆もきっと大好きでしょ。なるほど、確かにアスカさんが去年のハロウィンでしてた枝豆をインスパイアされてる、うん、これで枝豆だったらどうしよう。知らないぞ。じゃあ続いてアスカさん、お願いします。ラーメン。ラーメン。
なぜ？アイドル好きだから。なるほど。自分のことを教えるんだったら私の好きなタイプラーメン知ってるでしょと。自分の好きなの書いとけってわかるでしょ。書いても分かるでしょ。でもインスタに載ってるよね。インスタにも載ってるもん。あ、インスタにラーメン自信ある。あ、自信あるということで、それでは森蔵さん答えの方をお願いします。ラーメン。あー、すごっ、うわっ、すごっ、アスカさん大正解だ。すごいね。え、なんでラーメンなんですか。もともとラーメン昔から好きで、よく、ね、ラーメンの話たまにするよね。ラーメンの話する、覚えてるよ。それアスカに寄せた、寄せたんじゃなくて、本当にラーメンが好きな、昔から好き。何あ、なんか麺類って言ったもんね。確かに昨日、よく麺類食べるっていう話を。うわ、だから確かに、うん、でも逆に、だから彼女別に好きじゃないのかな。もし麺類を緑と聞き間違ってなかったらラーメンにたどり着いたかもしれないけど、まあでもちょっとさすがですね、やっぱ押されてるだけありますね。ということで、この感じでいきたいと思いますね。まずは飛鳥さん1ポイント選手です。それでは続いて第2問、ね、好きな季節は何ですか。お考えください、どうぞ。これ誰も相談者いないんだけど。それ一人ですか。 P さんも当たり前じゃん。P さんよく隣にいるよ。これが好きな季節かいとこ。森蔵さん、この好きな季節は結構ダントツですか。結構悩むのさ。あ、悩んで悩みますね。何択でない。あ、違う違う違う、4つの中でもこの2つが好きだけどどっちが1位かなみたいな答え。2個で、あ、2個で悩む。え、どう思いますか。聞くな。それじゃあまず3人チームからいきましょう。答えお願いします。秋。大体の人が春か秋で悩むから。なるほど。じゃあ続いてアスカさん行きましょう。どうぞ。秋。理由は？ワイが好きだから。ワイが好きだから。基本的に全部自分の好きなやつ。それでは森蔵さん答えの方お願いします。秋です。すごい。なんで秋なんですか。夏は自分楽しいことがあるんですけど、暑いな。秋はちょうど気候もいいし、紅葉とかも綺麗で、秋。ということで2チーム大正解。みんな森蔵詳しいということで、これからはね、ちょっと渡りに関する質問をしていきたいなと思います。続いての質問はこちらです。渡りのオリジナル曲の中で一番好きな曲は何ですか。わかんない。お考えください、どうぞ。まあ今ね、渡りのオリジナル曲7曲オリジナル曲あるんですけども、もちろん7曲全部わかりますよね。わかる。その中で森蔵さんの好きな曲を。え、違う、違う。え、待って、なんか誰も相談していないの。違う。悲しいな。もう書いた。書きました。お、早い、うん、アスカさんが一番早い。森蔵より早く書いてる。森蔵まだ答えが出てないの。え、違う、なんか1個理由があるから。あ、そうなんだ。3人チーム悩んでますね。え、森蔵さん、これは何曲で悩んだとかあります？2択。あ、2択なんですね。どうですか、3人チームさん、何曲かで悩んだ。あ、まあ、結構、うん、はい、全員チームかけたということで、じゃあまず3人チームさんからいきましょう。答えお願いします。君に好きが届け。君に好きが届け、これは何で。初めて覚えたコールが、初めてガチ恋コールの何々やつ。あ、確かにね、何かに書いたんだよね。チラシに書いたんだっけ、うん、チラシの中に書いてこれを覚えてきてっていう。いや、あっそうそう、それでここに書いてきて、なんか思い入れが強いんじゃないかということでね。あ、確かにね、かしっくりくると理由として。じゃあ続いてアスカさんお願いします。わたなんで。なんか一回次の日のライブセトリ1曲目何がいいみたいな
ほうほうほう。って言った時に、わざわざって言ったから。なるほど、一番好きな曲を1曲目に持ってくるんじゃないかと。わたわたっていうのはちなみに、ね、私たちはアイドルであるについて歌う私たちはアイドルであるっていう2曲目の自己紹介ソングなんですけども、え、それでは森蔵さん答えの方お願いします。わたわたです。やばやばキモアスカさん大正解。すごいっすね。すごい。え、理由は？あの初めて、ライブ見に行った時に、はい、あのやっぱり歌詞のそれよりや守りポテト食べたいがすっごい印象に残って、あ、なるほど。それからもずっとやっぱバターが好きです。わあ、嬉しい。そうなんですね。二択は二択なんだ。二択は何の二択？今日ちょっと待って、あー、二択だった。うわ、うわ、キモということで、アスカさん大正解、1ポイント獲得です。やばいですね、ちょっと見せつけられてますけど、3人チームどうですか、今ちょっと来て3問終わって、あと2問、あと2問ですかね、全部正解しなきゃやばいな。はい、ということで続いて第4問、はい、ちょっとこれ難しいかな。一番好きなライブハウスはどこでしょう。激ムズじゃん。ライブハウス考えください。どうぞ。私が多分行ってるライブハウスなのかなと。ライブハウス、ライブハウスですね。もうやめる、いろいろ検索するのなしですよ。言いたいことは大体分かる。なし、なしです。まあ、だからそこはだからもうどういうか森蔵が考えてることをみんなが考えればいいの で森蔵が考えそうなことを書くわけですから、ライブハウスじゃなくてもいいらしいよ。これをあのそういう詮索をしないでください。詮索を皆さん、え、まあ、じゃあ森蔵さんはあのアスカに寄せなくていいです。自分のそう自分の気持ちで書いてもらわないと。まあ、確かに朝が怖いったら全問正解目指したいですね。終了です。じゃあまず3人チームさんからいきましょう。どうぞ。はい、 DTBLD さん。なぜ私がインスタのストーリーで好きな箱ベスト3みたいな、ストーリーあげたんですよ。森沢が答え取ったかは忘れたけど、でもそこ一番大事だ。その中で多かったのが DT とレジェコやって、ああ、なるほどなるほど。だからどそのどっちかじゃないかと。話題も DT 割とたくさん、まあ、多分確かに一番立ってるかなって感じですね。でじゃあ続いてアスカさんいきましょう。マジで2人お願いします。レジェコ、レジェンドホール、なぜ。ワンマンしたから。ワンマンしたから、うん、アスカさんはユートピア。あ、迷った迷った。一番最初に森蔵さん来ていただいたユートピア。 それでは森蔵さん答えお願いします。フェアリーテイル。ライブハウスの中にちょっと木があったりとかして、ね、なんかちょっと他のとこと違うなっていう印象。いや、ヒントがあったね。森蔵だから。あ、木に惹かれるんだよ。やば、でも夏だね。やばかったじゃん夏。夏、秋より夏の方が森多いじゃん。いや、紅葉がない。紅葉が森だから。やっぱ森好きなんだ。うわー、お二チーム残念。ちょっとこれ難しかったかな。あの、ただユートピアと迷って、でもユートピアはやっぱりライブハウスじゃないな。あ、そうそうそう。なるほどね。それでは最後の質問に行きたいと思います。これちょっとね、3人チームごめんなさい、多分アスカさんサービス問題になっちゃうかもしれません。ちょっと申し訳ございません。最後の質問はこちらです。アスカさんの好きなところはどこでしょう。 お考えください。どうぞ。もちろんマジでマジでもう一番悪いこの人本当に。アスカさんの好きなところは教えてください。恥ずかしい、え、俺が一番嫌いな質問じゃんそれ。自分に対する、あのアスカさんにやっぱどうしよう、勝たせたいからちょっとサービス問題作っちゃいました。3年チームごめんなさい。ピーさん助けて。お優しい、
聞くな。詮索をしない。はい、もう質問には答えないですよ。あやすかさん書いてください。あ、ド M? なんかほぼだった。あやすかさん書いてください。やっぱ、もちろんちゃんとありますから、ね、小川さんに言ってたから、それだったら分かるということで。初めて聞いたから、うわー、ドキドキする。3人チーム書きました。はい、あすかさんは一応書いたということで、じゃあまず3人チームさん、答えの方お願いします。はい、どうぞ。いつも笑顔で元気なところ。なるほど、確かにね、マスカさんといったらそれがね、代名詞。全然違うんだけど。続いて、どうしましょう、2人で一緒に出します。おー、合ってる自信ないんだけど。合ってる自信ないな。あの、淡い2個書いた。すっごいな、お前。1個にしてください。どっちかにしてください。それではいきましょう。せーの。発想力。いじるところ。いじるところ。全然喋ってるところ。え、ドラムって聞いたもんだって。詮索しないでください。言ってるじゃないですか。するよ。いじるところっていうのは、まあ、よく私がいじって、それいじられて楽しいとでも思ってるってことですか。小泉さんが。じゃあ小泉さん聞きたいですね。発想力、それはどういう理由で。普通の人だったら思いつかないこと、思いつかない行動、独創性。分からん分からん分からん。分かる、すごい分かる。アスカ推しの人は多分このどっちかか、笑顔元気か、やっぱ発想力のどっちかで多分推してるなっていうのは、多分他全員は分かってる。アスカさんだけ気づいてない。迷いました。あ、なるほどね。3人強いと。あ、まだ笑顔で元気で発想力がすごい。待って待って、じゃあこれ2個や。これも2個バレちゃう。文章を繋げる力で。言われちゃいましたね。もうその通りですよ。4チーム不正解ということで、ポイントは3人チームが1ポイント、アスカさんが3ポイントということで、優勝はアスカさんです。まあ最初の、ね、3問連続正解、ちょっとさすがにすごいなって思いましたから、やっぱちゃんと押されてるだけあるなっていうところですね。どうですか、やってきて。なんかいいじゃん、あの、分かってくれてるんだなって思う。ということで、アスカさんどうですか、やってみて。景品、景品。イチャイチャしたら振ってもらっていいですか。もう、あの、画面見てる人からしたらイチャイチャしかしてませんよ。あれは3問当てたから、森蔵から景品もらいます。どうですか、3人はやってみて。いや、難しいです。でも、聞くことないですけど、どこが好きなの。知ってない。そうだね、確かに。いい企画だったじゃないですか。これを見てね、他のファンの方も、85ポイント使いたいってね、ぜひ思っていただけたらなと思うし、森蔵もね、こういうかっこいい YouTube、めちゃくちゃ楽しかったって広めて、ポイントをね、全然オタクが使わないからね、ちょっとね、ポイントを、ね、使わせてほしい。以上、クイズ森蔵でした。ありがとうございました。バニラジャムに出たってことは、森蔵は一生また女で終わるのかってことね。うん、浮気したらさらされる。間違いない。これからも間違いない。よろしくお願いします。お願いします。はい、このチャンネルが良かったなって方はチャンネル登録、そして高評価、もしよかったら絶対言うっていうコメントやシェアの方お願いします。以上、私たちはせーの、私たちはアイドルであると森蔵でした。バイバイ。